はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、すごく久しぶりに、新しいドリップケトルを買いましたんで開けていきたいと思うんですよ。ただ、皆さんがイメージするドリップケトルって、どんな感じですか？多分こういうのとか、こういうのとか、はたまた有名どころで言うとこの辺とかさ、まああとこの辺とか、だいたいしっかりとしたドリップケトルっていう形をイメージすると思うんです。当たり前なんですけどまあこれがドリップケトルの形であってはいるんですけれども、今回のはですねすごく特殊でございまして、一見ねドリップケトルには見えません、それがこちら、商品名がハリオ V60 ドリップケトルエアーというモデルですね。350ml 入ります。軽量カップですかねあ、こっちの方が分かりやすいかな。使ってる写真ね、こんな感じです。確かね結構新しい商品で、一時期話題になったハリオの無限っていうドリッパーとほぼ同時期くらいに出たんじゃなかったかな。まあ多分最近うちカフェ需要が高まっているから、うちでいっぱい撮りをするって人が結構増えてきてるから、ね、そういう方向けにこう手軽に、まあ、洗いやすくもあるこういうケトルが流行ってるんだと思います。他社製でも結構可愛いサイズ見ますからね。ただこの形はあのハリオだけだと思う。まさに軽量カップだもんね。まあとりあえず開けていきますか。よいしょ。おーあ、これだけだわ。説明書がちょっと入ってて、はい、シンプル軽いめっちゃ軽い。まあガラス製品がね一番有名なハリオさんだけれども、プラ製もいいね。すごいスタイリッシュでおしゃれだわ。うん、この取っ手の握りやすさもかなり考えられてますね。この微妙な傾きがさ、こういうドリップケトルと同じで傾けるようなのよ。ただ現時点で使う前にちょっと正直気になる点としては、いわゆる細口ケトルではないわけですよ。これ形は似ているけれども、こう管じゃないから、ここを通った上が本当に果たして、均一に出てくれるのか。やっぱりドリップっていうとこうやって振ってるイメージがあるじゃないですか、まあ、ドリッパー全体を使って。最近はハリオのスイッチとか必ずしもあの振らなくてもお湯を追加するだけで全然いいですよってドリッパーも出てるし、まあ、その辺に向けてね作られているのかもしれないけれども、とりあえずどういう性能なのか、見ていきたいと思います。正直ね、あのすごい久しぶりにドリップケトル買ってあのドキドキしております結構前から気にはなっていたんだけれども、いかんせん安定度っていうところで、ね、心配だったんであの手出さなかったんですけれども、最近ねあのスイッチとかを買うようになって使うようになってちょっと見方が変わったんですよ。こういうのもありかなって。最悪まあ触れなくてもね、あの均一にこう適度に出てくれればかなり洗いやすそうだし、あの管理的にもいいかなと。はい、それでは測っていきましょう。今日は堀口コーヒーのコスタリカ、サンタテレサデロタのイタリアンローストでございます。結構深入りだからねドリップしやすいと思うし、 24g ほど使って、じゃあ 300ml 入れましょうか。はい、それでは沸かしたお湯を準備いたしまして、さらにこっち軽く洗ってきました。やっぱり新品ですからね、いろいろついてますからしっかり洗いました。で個人的にはね、あのシールがすごい剥がしやすかったのはすごい嬉しかったこういうのって結構地味にイライラするじゃない。この内側と底にね一つずつついていたけれども、両方きれいに剥げました。ちょっと練習していいですか？どんなもんか。あ、意外にいけるぞ。あ、いけるぞ。あれ？あ、割といけるかも。あ、ちょっと予想外だったな。あ、ドリップケトルと全く同じとは言えないけれども、ドリップケトルに慣れた、多分人であればね、ある程度、できそうやな。お湯を切るときに若干ちょっと溜まっちゃったりね、裏漏れしちゃう感じはあるけれども、まあ許容範囲だし、てかむしろこのレベルで済んでるのはすごいな。思った以上に繊細に出ますよ、これ。全然いけるわ。舐めてたな。これはひょっとするとガチのマジでしっかりとしたドリップができるんじゃないだろうか。よし、89度。ん？いや、ちょっと待って。僕300入れるって言いましたっけ？あ、無理だわ。350ml。まあ、ギリギリいけるかもしれんけど、ごめんなさい、ちょっと取ります。いかんせん容量が少ないケトルですからね。
20g で、まあ、240-250くらいかな、抽出量としては。でこのケトルも上が開いてて結構冷めやすいと思うんでね、準備したらなるべく早めにいきます。おお、あーちょっと独特だけど、つかめば、うん、よしよし、いけるいける。うん、なるほどね。やっぱり途切れさせるときに、ちょっと裏漏れしたりする感があるから、あまりこう断続的にやるのは向いてないかもしれない。こうどちらかというと常に一定の速度で注ぎ続けるタイプの人に向いてるかもしれないですね。こんな感じ、こんな感じ。ただ落ちるのが早いハリオとは相性がいいかもしれませんね。うん、よし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 。まあちょっとブレるけどね、やっぱり。まあ無理に回さなくても、やっぱり真ん中に最近は中等するお店も多いから、こういう感じで、やっぱ一定量、細く注ぐってことはできるから、回すことはあんまり向いていなくても。うん、やっぱり回すと、で減ってくると特にブレますね。でもこの細さはすごいね、安定してる。ただまあやっぱり相性的にはスイッチとかクレバードリッパーとかが合うのかな。うん、よしよしよし、うん、いい香り。はい、それでは下ろします。回収。はい、というわけで出来上がりました。よっ、はい、それでは早速いただきます。うん、いい香り。うんうんうん、オッケーオッケーうんうんうん、よし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 。あ、ちゃんとやっぱドリップできてますね。おいしいうまい。うん、まあ、ただやっぱりちょっと慣れてないドリップケトルでやったからなのか、ついさっきね、全く同じ豆で僕実は入れていたんですよ。ちょっと気持ち味が薄いかな。まあこれどんなドリップケトル使ってもね、やっぱ慣れるまでっていうのもあるし、さっきあの動画で映してて分かったように、周りの方にね、崩れやすいところにこう繊細に振ることっていうのがあんまりできなかったから、ドーム全体をそんなに使い切れなかったかなってところはありました。だからこそ、このドリップケトルを使う抽出はどういう風にしたらいいのかなって、まあ、考えるのがいいのかなって思います。だからあのスプーンを使ったりとか、攪拌をしたりとか、こうくるくる回したりとか、そういったことを考慮して使うんであればね、正直全然いいと思った。すげえと思った。あのこれ割と本気で謝罪もんですねなめてた。そのくらいの性能があった。でさっき入れ始めで350フルで入れて、抽出量が250で粉にいくつか取られて残った上がこのくらいなんですけど、まあギリギリ2杯分いけるかいけないかなってくらいですかね。ちょっとお湯が少なくなってくるとどうしてもね、お湯がブレるというか安定しないってところはあったけれども、まあそれはどんなドリップケトルも一緒だし、まあこれに限って話じゃないんでね。まず取っ手の握り心地、そして抽出の、ある程度用途は限られるけれども、それなりの安定度、そして洗いやすさ、まあ全体的に見て今200円くらいで売ってるんですけれども、まあ値段で考えれば全然いいかなって思いました。特に、他社だけれどもクレバードリッパーとか、同社ハリオで、スイッチとか紳士式系のお湯をまず、ある程度繊細に注いで、この後触れさせて抽出するっていう、そういう、ま、系統のドリッパーは特に合うかなって思います。一言で言うと、まあ、本当にいろんな意味で、手軽系ドリップケトルって感じですね。価格的にも用途的にも、管理片付け的にも、まあ、動画の冒頭でも言いましたけど、最近ほんとうちカフェって流行ってるし、いっぱい撮りって多いからね。だからそういう時に、選択肢としてはすごくいいと思いました。まあ価格面で、これより安いのももしかしたら探せばあるかもしれないし、まあ、ちょっと増額してこういった感じのね、ザ・ドリップケトルって感じのケトルを買うこともできますから、今何でも安いからね、皆さんのこうやりたいドリップスタイルというかコーヒースタイルに合わせて、まあ、チョイスするのが一番いいかなって思います。ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、久しぶりに新しいドリップケトルね、ハリオ V60 のドリップケトルエアのご紹介でございました。まあ、気になった方は概要欄からチェックしてみてください。で僕も、今後、まあ、ちょうど今夜からあのこれ使ってやってみようと思ってますんで、長期的にレビューしていこうと思っております。まあ、生放送とかでも出ると思いますんで、ぜひぜひご覧ください。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。